行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よいしょっと。行くかな。よし、ここだ。なかなかやるでしょ。情報によると、この村にいるらしいんだけど。あ、ミラだ。リサーナもエルフマンもいる。あら、夏にルーシー。噂は聞いたわよ。フェアリーテイルを再結成したんだって。そうなの。
だからミラさんにも戻ってほしくて。そうしたいのは山々なんだけど、お世話になってるレストランを辞めるわけにはいかなくて、兄弟3人が一気に辞めちゃうといろいろ大変じゃない？そうかもしれないけど。というわけで食材探しを手伝ってくれない？え、食材？私たちが辞めちゃうとお店に迷惑がかかるでしょ。だからそのお詫びに新しいメニューを考えようと思って、古から伝わるフィオーレ伝説食材を使えばきっと評判になるんじゃないかしら。伝説食材？聞いたことないんだけど。リサーナ、エルフマン、私はルーシーたちと出かけるからお店をお願いね。行ってらっしゃい、ミラネ。こっちは任しとけ、レーシャ。伝説食材ってどんなものなの？伝説食材って言うんだから美味しいんじゃないかしら。え、もしかして知らないで探しに来たの？伝説だもの。でも出回ってないということは、その土地の人が誰にも食べさせたくないって隠してるんじゃない？うますぎて独り占めしてるってことか？独り占めね。よっしゃ！よいしょっと。よっしゃ！行っちゃいか！このくらい楽勝ね。お宝だ！ああ、ありがとう。
タウロスフォーム行くわよ。私たちの敵じゃなかったのね。おお、うん、よいしょっと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 。よっしゃ、一緒に行くか。おお、うまそうな匂いがするぞ。向こうだ。ナツ、ストップ。モンスターが集まってるわ。何か食べてるみたい。もしかしてあれが。モンスターが夢中になるほど美味しいってこと？それ大丈夫かな。食べてみりゃわかる。行くぞ。さて、行くわよ。これが伝説食材なんだね。こら、勝手に食べるな。うん、生でも悪かねえぞ。こっちも食べてるし。これが伝説食材で間違いないようね。じゃあ、帰って試食会をしましょう。美味しいよ。さ、ルーシーも食べてみて。
それじゃあ一口だけ。ん？何これ、すごく美味しい苦労して取ってきた甲斐があったわね。出たものは残さず食う、それこそが男。ミラネ、これなら絶対看板メニューになるよ。最後にお役に立てたかしら。それじゃあフェアリーテールに戻ってくれるの？もちろん。フェアリーテールは私たち兄弟の家だからね。ミラさん、エルフマン、リサーナ、またよろしくね。ミラたちがいなくなると寂しくなるな。今度はお客さんとして来ますから、店長もフェアリーテールに遊びに来てください。ああ、遊びに行くよ。みんな元気でな。カナもみんなも変わらないわね。ギルドもだいぶにぎやかになったね。うん、ようやくフェアリーテールらしくなってきた感じする。エルクマン、久しぶりにやろうぜ。強くなったのは夏だけじゃねえ。男なめんな。お、喧嘩か。若くていいね。エルフマン、頑張って。うるせえぞ、てめえら。グレイ様もやるならジュビアも行きます。ちょっと、書類が。全員逮捕だ。せっかく直したギルドが。ほんと、にぎやかになったものね。表へ出ろ。暴れたリンノなら私が付き合ってやる。ゲ、エルザ。夏、男の勝負はまた今度だ。おう。こいつらをまとめられるのはエルザしかいないな。ほら、待てい。捕まるもんかよ。お兄さん、コーチだ。賑やかな日常が戻ってきた。見慣れたいつもの風景、そして喧騒。ようやく思い出す、ここが私たちの家なんだと。ようやくここまで来たな。ギルドのみんなで頑張りましたから。いろいろあったけど、これで全部元通りね。まだだ。お、まだ足りねー。ナツ、そうだな、大切なもんが抜けている。それってギルドマスターだ。お、とってじっちゃんだって誓ったはずだ。ここに戻ってくるって。そうよ、マスターが誓いを破るわけないもん。フェアリーテールにはマカロフさんが必要です。帰ってこないならばこちらから迎えに行くほかあるまい。そうと決まりゃ出かけっぞ。いや、仕事だ。マスターを探し出して連れ帰るよ。
を。なるほど。頑張ってくださいね。